ジュリオ・ロマーの聖家族と幼児の洗礼者聖ヨハネ1518年頃から1523年頃スコットランド国立美術館所蔵バラの聖母として知られる聖家族と幼児の洗礼者聖ヨハネは聖キルネサンスのイタリアの巨匠ラファエロ・サンツィオが1517年頃に制作した絵画である遊佐主題は聖家族で画面下に バラの花が描かれていることからこの名前がある。おそらく礼拝堂の祭壇画として制作されたが、制作経緯や発注者については不明である。現在はマドリードのプラド美術館に所蔵されている。ラファエロは、幼児の洗礼者聖ヨハネを伴う聖母マリアと、聖ヨセフ、幼児のイエス・キリストを描いている。聖母マリアはイエスを抱き、メランコリックな眼差しを、聖ヨハネに投げかけながら、 上半身をねじって我が子を自分の左側に置いている。その様子はまるで反対側にいる聖ヨハネからイエスを遠ざけようとするかのようである。聖ヨハネはラテン語で神の子羊と記された紙片を持った右手をイエスに向けて伸ばし、イエスもまたそれを両手でしっかりと掴んでいる。身を寄せる彼らの態度は親密であると同時に物埋であり、幼い二人の用事に待つ。 受難の未来を暗示している。イエスは左足を箱の上に乗せている。その場所にはまた一輪のバラの花が置かれている。ラファエロはこの作品で部分的に自身のフィレンツェ時代の構図に戻っているが、色と光の扱いは同じくプラド美術館の1518年のラペルラと似ており、レオナルド・ダ・ヴィンチとフラバルトロメオの影響を思わせる。形式的でシンプルなポーズよび安定した配置は、 作品の図像が過去の研究に基づいており、迅速に制作されたことを示唆している。限定された配色はラファエロの表現の妨げになっていない。描写は非常に注意深く、青色はピンク色の層に重なり、肌のトーンの着彩は非常に薄く行われている。また陰影と髪はラペルラの透明感に接近している。もともとパネルに描かれていたが、 おそらく19世紀前半に指示体がキャンバスに変更された。この時元の寸法である 96.8x81.0cm から拡張されたが、下部にスペースが追加され、名前の由来となったバラの花が追加された可能性がある。元の指示体が現存していないことや表面が摩耗していることから、正確に制作年を判断することは困難だが、 1517年頃の作品と考えられている。ラファエロへの帰属は疑問視されていないが、しかし、ラファエロの晩年の他の作品と同様に助手の関与が疑われている。制作経緯については謎に包まれている。本作品を所有したと思われる人物が最初に歴史に現れるのは17世紀のアムステルダムである。1642年、ベンツエス・ラウス・ホラーは、 第21代、アランデル伯爵トーマス・ハワードが所有した本作品と思われる絵画をもとにエングレービングを制作している。ところが、スペインのバリアドリッドで活躍したフィレンツェの画家ベネディクト・ラブヤテの1589年の遺言には6つ以上の本作品の複製が記載されていた。いずれにせよ、確実な最初の資料は1657年に絵画が エルエスコリアル修道院にあったことを伝えている。ラファエロ語の複製として、ジュリオ・ロマーノのスコットランド国立美術館の聖家族と幼児の洗礼者聖ヨハネとダニエレ・ダ・ボルテッラに帰属するドーリア・パンフィーリ美術館の板へ絵の二つがある。ありがとうございます。